踏んだり蹴ったりやな。踏んだり蹴ったりなのはまさしく10連敗中の阪神タイガース。移動の新幹線が遅れるわ、渋滞に巻き込まれるわ、ぐったり疲れて試合に臨みました。その疲れを吹っ飛ばしたのがタイガースナインの気迫。1回金森が気迫のランニングでスリーベースを放てば、岡田も詰まりながらも気迫でセンター前。さらに今日は絶対勝ちたかったという今日4番のオマリー、気迫のホームラン。なんと阪神タイガースが3点を先に取りました。さらに3回、八木のタイムリーでアンダーソンをノックアウト。なおもフルベースのチャンスに中村監督早くも代打真由美を告げ勝負に出ます。2番手山田の初球をジャストミート、ライトラッキーゾーンに飛び込む満塁ホームラン。これで8点目。ベンチの策がズバリ当たりました。真由美はさらに5回、中日3番手与田の151キロの速球をダメ押しのホームラン。この後タイガースは見違えるように打ちまくり、16安打13得点。投げては2番手久保が中日打線に得点を与えず、13対4で快勝。長かった長かったトンネルをようやく抜け出しました。桑田投手から13安打。2対2の同点で迎えた6回、阪神は8番起動。中日の先発小松のストレート、ツーアウトランナーなしなので長打を狙っていたという起動の2号ツーランで阪神3対2とリードを奪います。中日は8回2アウト3塁、阪神の先発は猪俣、3番ライアン。中日3対3同点とします。さらに中日は9回、ヒットと2つのフォアボールで1アウト満塁。阪神のマウンドはこの回から変わった2人目の野田、バッターは1番立浪。センター前へ抜けて勝ち越し。2番山口もタイムリーヒット。中日が5対3で勝ち首位を守りました。4回オマリーが中日先発カッから8号ソロホームラン。さらにランナー2塁で7番宮内タイムリーヒット。2対2の同点に追いつきます。6月ダッシュで勢いに乗る中日は6回大光の9号ホームランに続いて、7回には2年目金田が阪神2人目藤本からプロ入り初ホームラン、4対2とリードを広げました。その裏の阪神、3つのフォアボールでワンアウト満塁と反撃のチャンスを迎えます。バッター3番岡田。4番オマリー、各は要所を締めて2試合連続完投で5勝目を挙げ、中日が5対2で勝ちました。中日は4回ワンアウトで3番ライアン。太陽大門から7試合ぶりの9号ホームラン。中日が先手を取ります。中日の今中は5回までヒット2本で無得点に抑えていました。しかし6回自らのエラーでピンチを広げます。ノーアウト満塁。今中は右足を痛めてマウンドを降ります。変わった上からワンアウトを取って4番パトレ。立浪よく止めましたが内野安打で同点。太陽はこの回さらに1点を加え逆転しました。その裏の中日、ランナーを2塁に置いて再びライアン。高めの変化球をうまいバッティング。中日同点に追いつきました。太陽は7回ランナーを1塁に置いて8番谷繁。ヒットエンドランがかかっていました。宮里が2塁3塁を回って再び勝ち越し。太陽はこの回打者一巡で4点を挙げ6対2と大きくリードしました。谷記録はヒットで追加点。タイはこの回打者一巡で4点を挙げ大きくリードしました。2点リードされた中日は9回この回先頭の大砲。タイを2人目遠藤のフォークボールを2試合連続の10号ホームランで6対5。満員のスタンドが沸きます。続く8番中村、今度はインサイドのストレート。青ざめる太陽ベンチを横目に同点のホームイン。
試合は延長戦にもつれ込みました。そして迎えた10回、中日は2アウトで彦野。ドラゴンズファンの歓声を乗せてライナーがレフトスタンドに飛び込みました。しかし彦野は1塁を回ったところで転倒、走れなくなりました。このためダイソーの山口がその後を走るホームイン。ホームランはそのまま認められて7対6、中日が勝ちました。首が回らない対応に彦野を欠いた中日を同情している余裕はありません。3回、高木藤野と得意の足を生かして2本の内野安打でチャンスを作ります。そしてレイノルズが一塁線を破るタイムリーを放ち、まず2点を先制します。そして続く4回には宮里が中日先発山本からライトへ第2号ソロホームラン。5連敗阻止に向け藤田打線が塩を吹き上げます。一方中日打線は太陽先発野村の緩急をつけたうまいピッチングの前に速球には振り遅れ、緩いカーブは打ち損じとゴンザの山を築き上げ4回までノーヒット。昨日のサヨナラ勝ちの熱気はそぼぐる雨で冷めてしまったのでしょうか。中日は守っても5回、2アウトからパチョレックの打球を宇野がお手紙、ランナーを出してしまいます。これでがっくりきた山本は続く二村にヒットを許し、そして清水には手痛い一発、第3号スリーランを浴び太陽に7対0と大きくリードされてしまいます。しかし忘れちゃいけません、終盤になるといきなり火を吹くのが中日打線の特質。8回ようやく野村を捉え、大砲立浪のタイムリーでまず2点を返します。そして9回にも落合が5試合ぶりの第7号ソロホームランを放ちます。しかし反撃もここまで、野村に後続を断たれゲームセット。今宵の雨は涙雨、中日は1週間で首位の座から転落してしまいました。ワンアウト2塁1塁でバッターは4番落合。広島先発笹岡の初球でした。ややシュートがかかった甘いストレートを左中間スタンドへ、8号スリーランホームランで中日3点を先制しました。これに対し広島は3回達川がツーベースヒットの後、1番正田も中日の先発小松からレフト前ヒット。ワンアウト3塁1塁で2番前田。レフト前タイムリーヒット、広島1点を返します。5回、中日は好投を続ける小松がセンターオーバー、フェンスに当たる大きなツーベースヒット。小松はバントで三塁に進みます。2番山口はセカンドゴロ、この間に小松が帰り、結局中日はこの回2点を入れて5対1とリードを広げます。